ゾウメ。ゾウメ、ゾウモは、原生最大の陸生動物を含む、植物食哺乳類の分類群、タクソンである。超尾目、超尾目、超尾類、超尾類とも、分類体系によっては、超尾亜目、超尾小目とも、下目とされることはまれ。アフリカ大陸に起源を持つグループである、アフリカ獣類に属し、テテキス海の岸辺。 アジア大陸南端地域及びアフリカ大陸北端地域で進化的飛躍を遂げたテティス獣類に含まれる一目。ゾウ、ゾウ及びその近縁群を含む。木名の由来になったは、ゾウの花を意味する古いギリシャ語。日本語や中国語ではこれを訳して、蝶美目、蝶美目、チャンピームーと呼ぶ。原生種は3種、2種で、すべてゾウか、ゾウに含まれる。 マルミミゾウは、かつては、アフリカゾウの亜種とされており、その頃から種として独立させるべきとの意見が、根強かったが、DNA 解析による知見から、サバナのアフリカゾウとは別系統にあることが確認され、改めて独立種となったものである。いずれの種も、乱獲や生息地の減少と分断によって減少しており、近い将来、絶滅する危険性が高い。 すでに絶滅した原始的な哺乳類のグループである仮説目から分岐したと考えられる。化石は古代産期初期5000万年以上前まで遡ることができ、現在知られる最古のものとして、モロッコの赤新生層から出土したフォスファテリウムがある。とはいえ、最近の遺伝子などをもとにした研究では、長尾類はじめアフリカ獣類に含まれる哺乳類は白亜には、 ハフシメを含む北方魔獣類とはすでに分岐していた独自グループであるとの説も有力になりつつある。これに揺れは、長尾類含むアフリカに起源を持った夕日爪、装飾哺乳類たち、原生のものは長尾目、ウ,ミウシ目、岩田抜き目は祖先を共有する一群とされ、これはヒズメ類と呼ばれる。さらにこの中でも、長尾目とウミウシ目の両者は、より近縁同士であると見られ、 これらをまとめて、テティス獣類と呼ぶ。化石から知られる初期の蝶尾類が、初期の海ウ牛ウ類同様に、水陸量性傾向が強い。現在で言えば、カバのような植物食動物であったと見られることも、この見方を補強している。当時、アフリカ大陸は、テティス海によって、他の陸地、ユーラシアから隔てられており、蝶尾類を含むアフリカ獣類は、 この隔絶された大陸で独自の進化を遂げた。死神与にはアフリカのヌミドテリウム、バリテリウム、モエリテリウム、メリテリウム、インドア大陸。当時、インドはテチスカイを挟み、アフリカに近い位置にあった島大陸だったのアントコブネ類など、非常に原始的な長尾類が何種か知られている。これらは遠浅で温暖な海であった、テチスカイの海岸沿いを中心に生息していたと、 思われる。死神予末期から全神予にかけて、長美木は、デーノテリウムア木、ダイノテリウムア木と、原生の臓類に連なる、臓ア木とに分岐した。中神予になると、新しい作り山運動によって、鉄使いが分断され、アフリカとヨーロッパが地続きとなった。長美類はこの時にできた立教を通って、分布域を広げた。長尾類は、 アフリカ大陸からユーラシア大陸、さらにベーリング陸橋を渡ってアメリカ大陸にまで進出し、海洋で隔てられ孤立したオーストラリア大陸と南極大陸以外の全大陸に生息することになる。世界各地に数十種に及ぶ長尾類が分布し、中心与は長尾類の最盛期となった。二つの暗黙のうち、デーノテリウム類はアジアヨーロッパに分布域を広げ、 中心魚から、後進魚にかけて繁栄したが、後進魚に姿を消した。その特徴は、下顎から湾曲しながら腹側後方へ伸びる、独特の牙、紋子の発達したものにあった。デーノテリウム類には肩高4メートルに及ぶものもあり、インドリコテリウムに次いで、史上2番目に、サイズの大きな陸生哺乳類とされることもある。一方、ゾアモクは、中心魚以降、 一しく発展した。プラティベロドンやアメベロドンなどのシャベル牙像がこれに含まれる。系統関係はまだ議論の途上にあるが、前進よにマムーとかマストドン類が分岐し、中心よに機関的なグループとして、やはり下顎のシャベル状の牙を特徴とするゴンフォテリウム化が派生し、ゴンフォテリウム類は非常に繁栄し、アジア、ヨーロッパ、アフリカ、北、 アメリカに広く分布していた。日本からもアネクテンス像、ミヨコ像、仙台像などが発掘されている。また、ステゴドン化と像化は、このゴンホテリウム化から、さらに分化したものと考えられる。先進予以降まで存続した像ア目のグループでは、一般的にサイズの著しい大型化が見られる。2003年12月の発見により、原生の像に似た種は、 2600万年ほど前に現れたと考えられるようになった。これらの種の進化は、主に頭骨と顎の比率及び牙と大球歯の形状に関わるものであった。初期のウ類の多くは、上下の顎に1体ずつ、計4本の短い牙を持っていた。中心予行期、約700万年前に、ゴムフォテリウム類から生じたと考えられる、プリムエルファスは、 マンモス類と現代のゾウ類の直接の祖先に当たるとされる。約500万年前に世界的な寒冷化が始まると、ほとんどの長尾類はこれに適応できず、多くの種は絶滅した。氷河期にも、原生ゾウ類によく似たマンモスやマストドンのような寒冷化に適応した種はなからず存在したが、人類による狩猟が盛んになった更新を迎え、その多くが絶滅している。 特に更新よの末期、地球の急速な温暖化が進行したこともあってか、寒冷化に適応していた種は完全に姿を消した。古生物学者たちはおよそ170種の化石種を長尾目に分類している。は、絶滅の良い。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。